月刊少年エースは株式会社角川が1994年により発行している月刊漫画雑誌。2015年7月号以降はコミックキャラクター局が企画編集を行っている。発売日は毎月26日。略称はエース。少年エースは発売日の2ヶ月後を号数としている。 エース誕生の経緯 e z 1 9 9 2年に起きた角川書店のお家騒動により編集者、漫画家の多くが角川嗣彦率いるメディアワークスへ流出。その影響で月刊コミックコンプの連載作品の大半は月刊電撃コミック画を、に移籍してしまった。1994年夏に 角川春樹が逮捕されたことによって、角川嗣彦は角川書店に復帰し、角川お家騒動は収束に向かう運びとなった。これを受けて、コミックコンプは休館。その2ヶ月余り後に、コミックコンプとコミック元気の編集者が中心となって創刊された。創刊直前には、少年キッズが1号だけ実験的に発行されている。 創刊第3号の1995年2月号から新世紀エヴァンゲリオンの漫画連載が始まり、以降は順調に売り上げを伸ばし1997年、五郎には発行部数30万部を称した。この頃には本市の台湾版や香港版も発売されていたようで、ある。しかしその後は部数が激減し、2004年度には5万部台にまで落ちてしまった。 2000年代中盤は前世紀のレベルまでは回復していないものの売り上げが好調なようで、ケロロ軍曹のヒットアニメ化やエヴァンゲリオン人気の再燃などによって発行部数は回復傾向にあり、2007年度の発行部数は9万部を超えた。2008年にはコミックコンプ時代から数えて20周年を迎えた。CM ナレーションは長らく、 渡辺久美子が担当していたが、2011年6月号からは、愛沢舞や東見鈴と連載作品のうち、その時期に放送していたアニメの声優が務めている。2012年1月26日発売の、少年エース3月号にて、通貫300号を達成した。2014年11月25日発売の、少年エース12月号にて、創刊20周年となっている。 角川グループの再編により、2015年7月号より、株式会社角川発行、コミックキャラクター局編集企画に改められ、奥付けの発行人、編集人、編集長欄については編集長の記載項目が廃止されている。アニメやライトノベルとのタイアップ作品が多いため、角川書店発行の雑誌らしく、一般的な少年誌よりもサブカル色が強めである。 かつては、新世紀エヴァンゲリオンや、多重人格探偵サイコ等のヒットで、高年齢層向けのメディアミックスの要素が強い、雑誌として見られていた。その後、姉妹誌として、ヤングベースを創刊し、高年齢層向けの作品の連載がそちらに移行した。また、付録として、キャラクターカレンダーや、ストラップマウスパッドなどの小物が付いてくることも多い。ページ数は1000ページを超えており、 月刊少年ガンガンや月刊少年ライバル等と同じくかなりの分厚さを誇る。コミックコンプ連載人からは、長谷川祐一、田島昭愚、浅見秋やコミック元気連載人からは、三木本春彦、クランプ、杉崎ゆきるなど、角川古さんの漫画家を起用する一方で、かつて週刊少年ジャンプにおいて連載していたゆで卵や、車田まさみを起用するなど、 初期の頃は少年漫画らしさを意識していたようである。現在では新人賞や持ち込め等から育ってきた漫画家が増えつつある。日本雑誌協会調べ、期間内における1号あたりの印刷証明付き平均印刷部数。以下の部数は全国出版協会発行の出版指標年報掲載の推定値であり、実数ではないので注意が必要である。再録紙は除く。 現在はすべて休館している。新生系バンゲリオンのすべて、首都新生保管計画テレビ東京、1997年3月9日、放送、門川書店月刊、少年エース編集長、井上新一郎氏に聞く、アーカイブド2007年7月8日、アットザ・ウェイ・バック・マシン、マルチメディアの人脈地図、ありがとうございます。